上村さん、誕生日おめでとうございます。ついね、おととい上村さんとお会いして、でもうサミットの方ですね、非常に楽しませていただいたんですけども、やっぱりね、いいですね、上村さん、やっぱ間近に会うっていうのは、普段のコミュニケーションと違う感動がありますね。やっぱ会うのがすごく大事ですね、ネットビジネスで。やっぱりこうハッピーバースデーっていうね、なんか誕生日も一緒に過ごしたいところはあるんですけども、あえて今日、昨日はねご家族でされてると思ったんで、あえて送りませんで、今日一日ずらして上村さん誕生日おめでとうございますのメッセージを送らせていただきます。でこれからもご一緒にですね、いろいろと取り組ませていただいたらと思うんですけど、いろいろの中では本当ね、一つサミットで嬉しかったのは、もう僕のこと非常に動画見てくれたり立ててくれて、もう上田さんがね嫉妬するぐらい喋りまくってくれた。でもね、あれが非常に大事なんですよ。あれが非常に大事。もう椎の木安原とかもうあんな感じで会えば、まあ、僕のこと喋ったりとか、まあ、和田直樹も最近僕の動画を見てそのまんまその動画で話したことを記事に書いたりしてますからね。でもああいうのがすごく大事なんですよ、うん、会った人との思い出を語るとか、会った人から吸収したものをすぐに記事にすると。で上村さんおそらく人前に出ていくことがいまいちね、できてないなっていうふうにたまにこう心配されてることをね、反省されてることを見受けるんですけど、もうまさにですね、ネットビジネスサミットを行ってどうだったかとか、誰と会ってどんな話をしたか、それについてどう感じたかっていうことを書くだけでも、もう100記事ぐらい書けるわけですよ、うん、私も100記事ぐらい書けるんですけども、むちゃくちゃね、昨日とかも Facebook の投稿しましたけども、まさにああいうことでアウトプットの場所っていうのは結構ありますんで、特にビジネスのことだけ話すわけではなくてですね、大事なのはファクトっていう事実があったら、その事実に対して何を感じたかっていう自分なりの意見を書いていくことによって、その自分なりの意見に対して人が集まってきて、それが確実なファンになってくるわけですよね。だからファクト、みんな、ね、事実を書くんですよ。 Facebook ってこんなことがありました、事故がありましたとかね、なんか天気がこうですとかね、カープが勝ちましたって書くんです。事実を書くんですけども、それについてどう感じたかっていうところがないんですよ。なぜならなんか自分がね、自分なりの考え方をこうやって発表して痛い人になりたくないとかね、で人になんかこう否定されたらどうしようとか、で自分がそんな偉そうなこと言っていいんだろうかっていう、もう完全にこの遠慮がですね、遠慮とか恐れっていうのが前に一歩出させないんですけども、これ傷つくことを恐れてはダメだなと。もっと言ったら無傷で成功っていうのは得られませんので、大いに傷ついて、大いに失敗して、大いに転倒して転んでですね、でその転んだ泥沼の中から黄金っていうのはつかめると思うんですよ。うん、でそういう風に進めていただいて、またマスターマインドみたいになっちゃいますけどもね、まあ誕生日プレゼントは何もないんですけども、まあ、僕のこの思いが唯一のプレゼントかなと思いますんで、これからもマスターマインド TV ともどもよろしくお願いします。どうも今度はお世話になりましたということと、誕生日おめでとうございました。